朝のうんこが長すぎたんだ、多分。ラスト、はい、あー、はい、終了。よし、生産中です。おはようございます、ファン TV のあーぽんです。本日はミリオン TV、 略してミリテレさんの企画1万叩くにゲスト出演させていただくことになりました。1日で1万回転達成するということですけれども、本日は第2回ということで、前回の肉まん係長さんの時は残念ながら惜しくも1万回転ならずということになってしまいました。ということで早速 PD スロットクラブ亀田店様に行ってまいりたいと思います。1万回転頑張るぞ、行ってきます。PD スロットクラブ亀田店様に到着しました。ちょっと早く着きすぎてしまって、ここ越えていたら先に来ていたお客様が膝掛けを貸してくださいました。ありがとうございます。あと少しで入場になりますので、もう少し耐えます。おはようございます。それじゃあ入場します。おはようございます。わしがわかんない、どうにしよう、目指すとこにしようかな。円卓のど真ん中に、ど真ん中の花ほうで、それでは花ほう1万回転目指して打っていきたいと思います。1万回転回すということなんですけれども、1時間で800回転回せば12時間半で1万回転達成するというなってるんですけど、ボーナスが回転数には含まれないということで、ボーナス引けば引くほどロスが生まれるっていうね。前回の肉まん係長さんの時は9700回転回してピックが33回、レギュラーが33回、合計で66回だったんですよね。で、惜しくも達成ならずだったんですけれども、もうあと20分ぐらいあればね達成できてたと思うんですけどね。いや惜しかったですけど、でもしっかりプラスで追われていたので、いやもうそれは本当さすがだなって思います。私は引き弱なので、多分ボーナスをたくさん引いちゃうってことはあんまりないと思うんですけど、ちょっともうすでにねカメラの準備に手間取ってしまって、かなりロスが生まれてしまったので、ちょっと急いで回していきたいですね。かりましたよ。塩が200枚、42回転初当たりいただきました。さあ
なんでしょう。よし、ビッグボーナース。本当はね、中断止まる予定だったしょうがない、朝だから手が赤字が出る。ボーナス中はサイドランプが光った時だけ通常時と同じ攻略狙いをするということですね。そこです。スイカが落ちてきたらよりいい台なのではないかということですので、しっかりカウントしていきたいと思います。やっぱりね、ボーナス引くとロスが生まれるとは分かっているんだけれども、引きたいもんは引きたいですよね。やっぱりプラスで終わりたいですしね。あー、泣いた。王が泣きました。あー、光りました。話してると光るオカルト。あー、ビッグやばい、ビッグ3連チャン。うまい、仕様変わらず34回転早い。勝ったー、イエーイ。仕様変わらず100枚145ゲームはい、バケ今日初バケ、レギュラーボーナース。新潟県でちょっと思い入れがありまして、燕三条っていうところで免許の合宿をやった時が、自動車のね、免許の合宿をやったんですよ。お米が美味しかった、本当に。まあ、その時の友達ともまだつながってますしね。じゃなくて、それでね、その終わった後にちょっと一人旅をしようと思って一人旅をしてたんですよ。で、なぜか知らないけど美容院行って髪切って、お昼ぐらいにふらっと駅前のパチンコ屋さんに、ここじゃないんですけど駅前のパチンコ屋さんに入ってふらふらしてたら、なんかサラリーマン風のスーツ着たおじさまが、ちょっと今から仕事行かなきゃいけないから台もらってくれるって声かけてくれて、でその時にもらった台がアントニオ猪木の伝説、アントニオ猪木が伝説にするスロットだったんですけど、で ART が600ぐらい残ってて、でこんなのもらっていいんですかみたいなこと言おうとした時にはもうメダル流してさっそうと去っていくおじさまで、結局それもらって打ってたんですけど、それがまさかの1万2000枚出るっていう、投資3枚で1万2000枚出るっていう、それが新潟の時の出来事だったので、なんかもうで、ね、しかもさっき朝開店前に外でカメラ準備して、うわびっくりした置いとこう、もうこれカメラ準備して外で座ってたら、てか凍えてたら、お兄さん、車に乗ってるお客様がこれ使っていいよって膝掛け持ってきてくれて、いやだからね、そのパチンコの時のおじさんも今日のお客さんもすごいあったかい心の持ち主だなと思って、新潟の人、いや新潟県寒いけど新潟の人めっちゃあったかい、すごい心があったかいなっていう、だから新潟大好きです。さあ2100回転回したところですけれども、141ゲーム追加だし
いや結構出玉あったんだけどね、いや一箱超やったんですけどなくなりました。じゃあここから頑張ってまた一からやっていきましょう。いやでもね、もう2100回転回してるから、いけそうでもないか。いけそうでもない。もうちょっと巻いていこう、巻いていこう。これこんなのさ絶対もうやめてるんだけど、普通に打ってるんだけど、まあいいか。これでもこの企画本当に設定位置取っちゃった場合破産するよ。打ち手のね、光りました。248回転、追加投資が全部で300枚、ピクマナース。いやよかった、やっとビッグ来た。さあやっとね8、9、10、12、13、13回目のボーナスが終わりました。いや追加投資止まってよかった。いやここからね反撃始まる多分。いやまだ全然疲れてないですけどね、全然余裕。あー光った。ほら見た、今データランプを確認したら光った。オカルトあるある、データランプをね見ながらね行きますとね光る。あーやったー、やりました、ビッグ、114回転、ビッグボーナス、持ちメダル、ありがとうございます。よかった、つながった、嬉しい。あー光った、文句言ってたら光った。264回転、なんとか持ちメダルで持ちました。よいしょ、ビッグボーナス、全然真ん中に止まってくれないね。ボーナス、ありがとうございます。やっと当たったよ。はい、ちょうど3000回転です。ただいま409までハマってます。からの2枚目。2枚目入ります。いやでもまだね、まだ2枚目です。ね、いや最初すごい偉大だったんですよ。最初ねすごい当たってたんですよ、いっぱい目メダルあったんですよ。でも2枚目。ハマってる、もうすごくハマってる。いやでもハマってるから、このハマってるおかげで1万回転いく。そうだそうだ、それだそれな。そんなことしなくても私はあなたから離れないわよ。あー勝った。いやーよかった。いや最大ハマり更新しませんでした。507回転、さあビッグボーナスがいいな、ビッグビッグ。あだよね。レギュラーボーナス、ああもう、ああ特殊点滅してます。やったはビッグ、ビッグバナー、イエーイ、やった、しかも真ん中に揃えられた。
嬉しい嬉しい、これは嬉しい。確かに一進一退です。本当に一歩進んで二歩下がって三歩進んで一歩下がるみたいなそんな感じの実践です。あ、イエーイ、だった。はい、レギュラーボナー、イエイ。あ、77ゲームでしたよ。77ゲーム。2キロ。1893、まもなく6000回転。さあどんどん回してまいりましょう。お時間は6時50分。やばい。いやでも本当に1時
深夜1時ぐらいまで打っていいって言われたら1万いくけど、けどね厳しい。あ、光ったちょっとぼーっと、あのもう光んねえだろうと思ったら光った。イエーイビッグー。あ、すごいよ。もうだってもう2箱な、満タンになっちゃうよ。いいよ、すごくすごくプラスになってまいりましたよ。頑張ろう。あ早いやったーやったー、ビッグー、すごいすごいよ。え、どうしようどうしよう、3パーごめん。あーよかった、メダルいっぱい。あーもうこれでこれで本当に700枚超えることはないでしょう、投資が。いや本当に今日あのこの BD スロットクラブ亀田店様、花が光ってるよすごい。あ、これ337拍子じゃないのね、分かんない。せい、あ、ピンク狙えばよかった、バカなの。ビッグバナー、すごいね、かわいい、特殊、イエーイ。あー、なんとなんと7ゲーム7ゲームで光っちゃいましたよすごい。どうした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 。やっと6000回到達しました。もうやっとですまだ6000回、やばい。時刻は7時。やったー。いや私200超えたら200ゲーム超えちゃいましたって言おうと思ってたのに超えなかった。いやーほんとハマらない、全然ハマんない。え、もうメダル増えまくってどうしようって感じですでもね、あのキス左の赤2回出てるし、やっぱり左が多いんで奇数なんじゃないかなって思うんですよね。でもう40回も当たってて、あ、まあでも合算あんまり良くない、149、あ、でも悪くはないもんね。5なのかな、5だったらいいな。あ、イエーイやったー、99回転。さあ何でしょう、真ん中に止めたいビッグだったらぜひ。あー来た、ほら来た、これ喜びがはい、99ゲームビッグバナー、イエイエイ、よっしゃー、これは箱だよ。いや、やっと真ん中に止められたいや、ちゃんと狙えばできるんだよ、私だって。
来た来た、やっと良かったよ。289ゲーム真ん中ビッグバーナー、なんで真ん中に止まってくれないの。はー、なんかすごい長く感じた。87を超えてしまいました。あ、イエーイ。90回転、うーん、バカ臭い。はい、イレギュラーボーナー、早かった、だいぶ早い、大当たりで右切ろう。あ、やった、早い、キラーン。44回転、はい、ビッグバナー、イエイエイ。いやー、うまい。いやー、これどうした、どうした、マジでどうした、どうした。メダルいっぱいだよ。すごい、すごいいっぱい出てるよ。あー、4回転、ビッグがいい、真ん中、バケ臭い。はい、ビッグ。やったいやー、すごい、イエイ、4回転。7000回転到達しました。あと520、最後まで諦めないぞ。やった、ビッグボーナス。あ、もう早く早く、あ、ピンクにすればよかった。あー、いやー、よかった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 。いや、だいぶね、あの244ゲームで当たったんですけど、だいぶ飲まれてたんで、よかった。いや、ほんとビッグに寄ってる。
4回転。はい、レイラ間違えた。あ、やめるんだ。あ、やったピンク。はい、ピンクやるとレイラー36回転右。ちょっと頑張る、もうちょっと頑張る綺麗にとか関係ない、もうちょっと頑張る。そうね、ちょっと頑張ろう。あと10分頑張ります。はい、というわけで時間が来てしまいましたので、私の1万回転挑戦はこれで終わりにしたいと思います。結果は後ほどエンディングで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の実践終了しました。で、あなたに戻ってきたわけですけれども、早速結果の方を発表させていただきたいと思います。使用が700枚、回収が4503枚、3枚でプラスの3803枚ということになりました。ビッグが41回、レギュラーが17回、そして総回転数は7870回転でした。すみません。はい、というわけで1万回転ならずということになってしまいました。いや、今回のことですごくいろいろなことが経験になったので、生かして次こそは、もし次が機会があれば、次こそは1万回転達成したいと思います。1万回転いかなかったんですけれども、本当に新潟県の皆様がとっても優しくて、お客様もスタッフさんも優しくて、新潟県寒いですけど人はとってもあったかかったです。ということで、今回はゲストでミリテレスさんの動画に出させていただきましたが、私アーポンが所属しているファン TV の動画もぜひ見てくだされば嬉しいです。よろしければツイッターもフォローしてくださると嬉しいです。では皆様、ご視聴ありがとうございました。